夢追いし弱虫イラストクリエイターのお話、その27、永田絵本。プールのさ、潜水してる時間が好きだった。音のない世界、悪口も嫌味もなく、誰かの目も気にしなくていい世界。それで見上げれば希望の光、そんな光景が大好きだったんだ。子供の頃に感じたそんな感覚、思い出そう。そして作り上げていこう、そんな世界をさ。はじめの一歩はきっとすっごくすっごく小さなもの。でもさ、理想はきっと現実に変えられるんだ。大丈夫、まだまだこれから。これからが本当の勝負さ。頑張ろう、頑張ろう。永田絵本。